国際宇宙ステーションに設置されたコロンバスコロンバスで作業するハンス・シュリーゲル・コロンバスは国際宇宙ステーションの科学実験施設の一つで ISS における欧州宇宙機関の最大の参加要素である。ハーモニーと同じくコロンバスの構造体と熱制御システムはイタリアのアルカテル・アレニアスペースで製造された。ソフトウェアを含む機能アーキテクチャは ドイツのイーズ社で設計され、組み立ても行われた。エアバスベルーガで、アメリカ合衆国フロリダ州、ケネディ宇宙センターへ輸送され、2008年2月7日に、スペースシャトルアトランティスの STS-122 で打ち上げられた。コロンバスは10年間運用できるよう設計されている。完成を行うコロンバス完成センターは、 ドイツのミュンヘンに近いドイツ航空宇宙センタードイツ宇宙運用センターの中にある。餌はコロンバスの製造、飛行に必要な実験、運用に必要な地上管制設備などに140億ユーロを支出した。この実験施設は2つの端面を有する円筒形のモジュールで、外数は直径4.477メートル。 突出している外部実験設置施設を除く全長は6.871メートルである。この形状は多目的補給モジュールとよく似ており、いずれもスペースシャトルオービタの貨物室に合うように設計されている。右舷側の端面には映像機器や音声端末、警告警報装置などが設置されており、左舷側の端面には共通結合機構が設置されている。餌は コロンバス製造の主契約者にイズ・アストリウム、スペース・トランスポーテーションを選んだ。コロンバスの飛行構造物、微小隕石防御システム、能動的受動的熱制御システム、環境制御システム、電線、関連地上支援システムは、イタリアのトリノにあるアルカテル・アレニアスペース社で設計、適合され、認定された。 原則として関連するハードウェアは事前に組み立てられ、2001年9月にブレーメンに送られた。研究室はドイツのブレーメンにあるイズ・アストリウム・スペーストランスポーテーションの工場で完全に組み立てられ、システムのレベルに適合された。アトランティスの貨物室で打ち上げ準備中のコロンバスハーモニーの右舷側に取り付けられた。 コロンバス2007年11月、コロンバスは、ケネディ宇宙センターの宇宙ステーション整備棟から、搬出され、ISS 組み立て飛行、1E、フライトナンバー STS-122 に向けて、スペースシャトルアトランティスの貨物室に入れられた。2007年12月6日、スペースシャトルの外部燃料タンクに、液体水素と液体酸素を注入したところ、4つある燃料、 枯渇センサーのうち2つに異常が発生した。このため打ち上げはまず24時間、次に72時間延期されて12月9日になったが、燃料の再注入で再びセンサーに異常が発生したため、この打ち上げ日も延期になった。スペースシャトル外部燃料タンクに取り付けられた燃料枯渇センサーの外部コネクターを交換するため、打ち上げは2ヶ月延期された。 最終的には2008年2月7日の14時45分3回目で打ち上げに成功した。国際宇宙ステーションに到着すると2008年2月11日にカナダアーム2がコロンバスをシャトルの貨物室から取り出しハーモニー有限の共通結合機に構え取り付けられた。実験室には16機の国際標準実験ラックと システムラックを設置することができ、内実験装置分は10機である。NASA との協定で、コロンバス実験室の利用の51%が餌に割り当てられている。餌は5機分のラック稼働場所を、NASA は残り5機分を割り当てられている。4機分はデッキの前側に、4機分は後ろ側に、2機分は天井側にある。床側の3機のラックは、生命維持や、 冷却のシステムで埋まっている。残る1機の床側ラックと2基の天井側ラックは保管用ラックである。加えて4基の船外ペイロードを右原端の外側に取り付けることができる。それぞれの船外ペイロードは小さな器具や実験装置を最大 230kg 格納できるアダプターで取り付けられる。 スペースシャトルミッション STS-122 に先立って ICC ライトに搭載された外部ペイロード SOLAR というテフコロンバスに最初から搭載されたエサの実験ラックは以下の通りまた STS-123 ミッションでそれまでデスティニーに設置されていた2機の NASA の実験ラックがコロンバスに移設された最初の3つの外部ペイロードは STS-122 ミッションの船外活動でコロンバスに取り付けられた。計画中の外部ペイロード ISS でのコロンバスの設置位置エサの理事会が1985年にコロンバス計画を承認して以来数多くの研究や提案が行われた。当初、コロンバス計画には3つの飛行形態が含まれていた。有人フリーフライヤー要素は エルメス宇宙船で支援され、定期的に宇宙ステーションへ飛行して、整備と改修を受ける。そして、接続型予圧モジュール、極軌道プラットフォーム。三つの飛行形態と宇宙ステーションの間で、開発費を抑え、運用期間中に共通して使われる予備部品を最適化する検討が行われた。1989年に、主契約者である MBB エアヌ社が 費用対効果の最終的な提案を行うと、費用がエサが考えていたより、はるかに高いことが判明した。様々な予算削減の後、コロンバス計画に残っていたのは、アプムだけで、コロンバス起動施設と名付けられた。PPF は、フランスの衛星ヘリオスと共通になり、別途契約された。計画がアプムだけになってしまったので、 主要な貢献者であるドイツの MBB エアヌ社とイタリアのタレス・アレニア・スペース社に十分な仕事を与えることができなくなってしまった。原則はシステムエンジニアリングの責任を分離するように直された。副契約者アレニアはコロンバス全体の構成と機械、熱、生命維持システム、ハフとハーネスの設計制作に責任を持ち、伊ずはコロンバスの設計。 電気配線の設計やソフトウェアを含む電子システムに責任を負う。MBB エアヌ社は、ドイツエアロスペース、ダイムラーベンツエアロスペース、ダイムラークライスラーエアロスペースと名前を変え、最終的にはイザストリウム、スペーストランスポーテーションになった。システムエンジニアリングの責任と電線の設計を分離し、別々の固定価格契約に分離したことは、 費用上の理由が開発と確認の最終段階で支配的になり、効率や意思決定の早さに関して有利でないことが分かった。ブレーメン国際空港でエアバスベルーガに搭載されるコロンバス2006年5月27日、コロンバスはドイツのブレーメンからケネディ宇宙センターへエアバスベルーガで空輸された。構造体は NASA の発注で、 タレスアレニアスペースが製造した多目的補給モジュールを基本にしている。2000年に事前組み立てモジュールが副契約者のアレニアからドイツのブレーメンに届いた。最終組み立てとシステム試験は全体主契約者であるイズの手で行われ、その後初期ペイロードも取り付けられて全体のチェックアウトが完了した。最終的なスケジュールは 開発上の問題と餌による設計変更のために当初計画より非常に長くなったがシャトルの問題のためにコロンバスの打ち上げが数年遅れたので結果的には間に合った。主な設計変更は船内での実験より船外に関心を持ったヨーロッパの複数のペイロード組織が推進した外部実験設置施設の追加だった。また、 ISS のバックアップとしても使用可能な地上と直接通信できる端末の追加は費用面の理由から見送られた。ありがとうございます。